おはようございます、ウィリーです。土曜日天気が良くなるということなので出てきました。中国道に入ってちょっと西へ西へ走ってみようかなというふうに思っています。まあまあね、一人でこうやって安全運転でバイク乗ってる分には別に誰にね、迷惑かけるわけで、まあ、こけなきゃいいんですね。事故らなきゃね、そこを第一に、それはいつものことですからね。はい、それはもう十分承知してますから、決して無茶な運転をしません。はい、高速道路降りました。お昼ご飯に海鮮をいただこうという気になってきて、ふと気がつくとここは国道の250号ですね。日生のね、漁港に美味しい海鮮を食べさせてくれるところがあるんで、浜新って言うんですけどね、そこ行こうと思います。柿横でいつもね、うまうまさんには来てるんですけども、ちょっともう牡蠣のねシーズンでもないので海鮮をいただこうということです。日生のフェリー乗り場です。フェリー日生、早く着いてしまったので。まだ開店前ですね。仕方ない、ちょっと回り道をして、浜新さんで浜新定食というのをねいただいたんですが、で今日は私海鮮を食べに来たら、この目の前にいらっしゃる方がツイッターのね、私にフォロワーさんでね、じゃあ出発します、ツイッターのフォロワーさんと偶然この浜新さんで会ってしまったという、何か縁を感じました。なんかね、はい、どうしてそんな偶然が起こるんですかね。なんか何ですか、今日はいろんなことが起こりますね。知り合いの方、もうかねてからね、会いたい方だったんですよ、そのフォロワーさんね、ツイッターの。その偶然ここでお目にかかるなんてね、それじゃあ次スイーツちょっと5分ぐらいのところあるから行きましょうということで、はい、出てきました。お連れさんの方々ともね、仲良くしていただいて、あ、そうそう、それから浜新さんもね、
店主の方もバイク乗ってらっしゃるんですよ。ステッカーいただいたり、ライダーの割引だっていうことでいくらいただいたり、もう本当にはたくさんいろいろいただきました。で、美味しかったで、もうこれね、僕ね、この日生というところはね、柿おこでしかあまり来なかったんですけども、こちらの方にね、またこう海鮮を食べに来るっていうことが一つのあれになりますね。これ年間シーズンこれ繋がってしまいましたね。これは楽しみです。それにしてもちょっとね、やっぱ梅雨空なのかな。さっき雨雲レーダーで見たんですが、小さな雲がねいくつも散らばって、この辺り、備前の辺り、あよいの辺りにありましたね。それで、なんだかポツ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 嫌な感じの音が活発にできてないです。おテントさん、もうこの辺にしてください、雨は。変わったことすると変わったことが起こりますよ。ちょっとね、バイク乗りたくて出てきたところが岡山の備前まで来てしまって、そこへ来たら、知り合いの方っていうかフォロワーさんと会うことができて、キウイーズカフェさん、残念ながら閉店でした。ああ、やはり閉店が続いています。やはり皆さん自粛期間で閉店されてるんですね。ね、はい、すいません、どうも。閉店芸に染まっていきそうな、今から行くところは、岡山ブルーラインだったかなの、一本松サービスエリアでしょうか、そちらの方に行こうと、まあ、いうことになりました。西に向かって走ってます。岡山ブルーライン左、そんなことが書いてあるんですが、左の空はあんな空、まっすぐ行けば青空が望めて、なんか嫌な予感も少ししなくはないんですが、まあ、大丈夫でしょう。行ってみなきゃ分かりませんからね。そう、どうでしょう。これは何のイカダでしょうね。カキでしょうかね。伊勢湾ならアコヤガイの真珠なのかななんて思いますが、こちら来るとカキでしょうね、きっとね。瀬戸内市です。いいところ連れてきてもらいました。雨がポツポツと落ちてきましたが、一本松の展望園に着きました。さて、雨雲の後ろに出たような気もするんですけどね。さっきはね、ちょっとね、ひとしきり降りましたからね。今この辺りはもう路面が乾いてますから、大丈夫なんでしょうかね。西の駅一本松、桜の木の下に毛虫が落ちてこなければいいんですけどね。まあこんなもんですかね。
それじゃあ皆さん気をつけて、お気をつけて、今日はありがとうございました。さてここでお別れしました。私はもうこれで大阪に向かって帰ることにします。ワンオフカフェに行くんだっておっしゃって出かけられました。もう私の方はもうこれで帰らせていただきますと、はい、ご挨拶してお別れしました。雨も上がりましたね。これあんまりね、これ東に向かって頑張って走ると雨雲に追いついてしまうという懸念心配があるんですけどもね、まあ、そうならないように青空が広がってます。路面はウェットですね。今日食べたね、昼のね、海鮮の定食がね、すごく美味しかったので、ちょっとね、今度家内連れてこないと、いけませんね。あれは独り占めするわけにいかないですね。さて、この岡山ブルーラインを東に向かって走ってるわけなんですが、ここは高速道路ではありませんからね、飛ばしませんよ私は安全走行いたします。瀬戸内の岡山のこの海をね、見ていただければね、今日は生きた甲斐があったというもんですよ。もう私は美味しいものをいただいて、ね、皆さんにも味はね、お伝えすることはできないので、せめてこの岡山の素晴らしい景色を見ていただければなというふうに思います。はい、海が見えてきました、ね、いい景色ですね。いい景色でしょ。あ、これを見れば、あ、来てよかったと思いますよね。それではこんな素晴らしい景色を見せていただいたところで、本日の今日の元ブログはこの辺で締めくくりたいと思います。いつも最後まで見ていただきまして皆さん本当にありがとうございます。また次の動画でお目にかかりましょう。といっても次の動画がいつになるのか、いつできるのかがちょっと目処が持てないのがね、残念なんですけどね。またいい天気の時はぶらりと出てこようと思います。それでは皆さん、次の動画でまたお目にかかりましょうね。ありがとうございました。さよなら。